はい、おはようございます。今日はね、まあいい天気で、ちょっとね風が冷たいです。寒いです。寒いでね、H1、今日取りつこれにね、REX550X の1号機に取り付けようと思って持ってきたんですけど、これ今ねついてるのがマイクロビーストではなくて、TGZ580 が、つけてます。はい。で、どうもね説明書を見るとテールサーボ、このテールサーボからね15センチ以上離せということで、どうもねテールパイプ、この辺のねテールパイプにつけて、で本体をこの辺につける感じですね。前だとね、前も本当は前つけたいんですけど、どうだろう、このモーターとねアンプが横にあるんでね、ちょっと電磁波がちょっと怖いかなと思って、もうここにつけて OK ならもうテールサーボぐらいなら全く問題ないと思うんですけど、でなるべくね重心に近いところにつけるようには書いてたんで、ですのでちょっとどうしようかとね思います。で今ちょっとね仮にねパソコンと今つないでいるんですけど、今つながらない、状態なんでね、何か今まだ何もっていうか、まあ、USB と、受信機と今プロポ電源入ってますけど、で受信機も S バス仕様で、やってます。で今これ紫かな、ちょっと青っぽく見える、カメラでは青っぽく見えるけど紫っぽいんですけど、それが今点灯状態になってます。どうなんだろうな、これサーボ全部つながないといけないのかなと思ったりするんですけど、どうもね説明書ちょろっと見たんですけどね、あの Q&A のとこに、なんかメインローターとかつけてなかったらうまく作動しないっていうようなことも書いてました。はい。どうしようかなと。はい。でちょっとねもう違う話も混ぜますけど、これゆうべ作ったんですけどね、こんな感じで、K110 のテールローブレあーテールブーム、これがね柔らかいんでね、これふにゃふにゃと柔らかいんで、これ困ったことになったと思って、ちょっとそのやつに丸のね部分を足してみました。で、サポートなしにするとね、やっぱしね、最初、こう、垂れるんですよね。垂れーと。で、その後にね、サポート付きにして、やり直し、しました。こんな感じです。はい。片方はね、なんかちっちゃい方は、なんかサポートがうまくできてなかったみたいで、若干、ちょっと垂れ気味かなという感じなんですけど、でこれにするとね、もちろん強度的には高くなってます。ただね 3g と重くなってます。こちらの分が 1g なんですけど、こちら 3g なってるんでね、この重さがあのちっちゃい機体に どう影響するのか、ちょっとわかんないですね。あれどうだろう、まあどうだろうな、テールヘビーだったかな、あれ結構ねメカとか全部前に集まってるんでね。であとねこれ V977 のフレームなんですけど、こちらがねサポートありで作りました。ちょっとこの辺ね剥ぐときぶっ壊れてしまったんですけど、やっぱりね横にスライドで、線をね引っ張ってるんで、こうこのつなぎ目あたりがねやっぱし弱いので、今度からちょっと熱をね200度以上に上げて、230度ぐらいまで上げてみようかなっていう感じです。で後ろはねこんな感じでね綺麗にまあいい感じにネジ
ネジ穴かな、まあ、あれか、イボチンか、ダボダボでしょうかね。でこういうのちゃんと、まあ、できているんですけど、ここもちゃんとな、こんな方にね、段差できてます。なのでこれをここのね中にね、サポートが入ってしまってね、それを取るときにこれ壊れたんですよ。なのでちょっとねサポートなしで印刷したんですよ、こちらね。そうするとねやっぱし脱落、フィラメントの脱落でもうぐにゃぐにゃっていうか、もう最初のね方が全部もう土台がないんでふにゃふにゃです。前もねこんな感じ、イボチンなしですね、こんな感じですね。なので下はサポートはやっぱしいるかなという感じなんですけど、もうこれもうどうしようもないもんな。やっぱこうやってね失敗しないとね、学習しないんでね、はい。でもここはねいいんですよ、ここはねいい感じに、ベアリングのところはね上側はいい感じ、やっぱサポートがない方が綺麗にね案外いけてるんだけどね。あとここネジ取り付けのとこなんですけど、ネジ穴はやっぱしねちっちゃいんでね厳しいかな。で後ろもね、いい感じにね四角く穴開いてます。これもねサポート付きにするとね中にねサポートが入ってしまってね、取れない状態です。でこれ、サポートなしの場合はちょっと無理やりねさっき作ったやつをね差し込んだらこう割れてね、やっぱし横繊維で、編んでるんでこうなってるのかな。なので縦とかこういうふうにねこういうふうにすると強いんかなと思ったり考えるんですけど、どうだろう、こう斜めには塗ってくれんよね、こう本体を斜めにねセットしてからそれでするとどうかなと、まあいろいろ経験していくしかないです。一個一個ね、あ、折れた。一個一個ね。この辺はね、ここは結構いい具合にね、硬いんですよね。だけどやっぱしこう、もろいっていうか、やっぱ下のね、フィラメントというかね、素材とね、くっつきが甘いんでしょう。そんな気がします。これもね、精度をね、上げればまだ綺麗にはできると思うんですけどね。まあ、普通モードかな、確か。それでやったような気がします。強度はまあ、純正の強度とそう変わんないかなというレベルまで仕上がってます。はい。こんな感じなんで、今、インストール、こんな感じでインストールもね、してるんですけどね。見えにくいかな?見えにくい。これでね、左上、ここ。このね、見えないな、ちょっと これをね押してもエラーですね。ぐるぐるここで、ね、ぐる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 回ってるんですけど、エラーでここに真ん中にねエラーが出てます。ですんでね、もうちょっとね YouTube とか人のを見てね、勉強していきたいと思います。まあどっちにしろね、もう後ろのねジャイロ中が GPS アンテナ置くとこがないんで、それもねちょっとねプリンターでちょっと作ろうかなと、多分あると思います。450のはねあったんでねダウンロードしたんですけど、ちょっと急遽ね450の、機体4枚ローターの分がねアンプが外した状態、ほったらかし状態になっててね、今日持ってきてもアンプがないんで、テストできないなと思って、急遽その 550X に変えようかなと思ったら、こっちはこっちでねまたトラブってて、ですよね。乗せる台がないとどうしようもないもんね。で、まあ、とにかく一応まあちょっと勉強してみて、やってみたいと思います。ちょっと、プロポ電源入ってる。
電源切るとこっち今点滅してますね、ピコピコと。一応は、うん、認識してるみたい。ただ USB とパソコンがうまくつながってないんで、なんだろう、こっちの受信機に電源がいるのかどうかなんですけど、これね、今これ、まあ、プロポ電源切ってるんで、今ノーコン状態なんですけどね、早く点滅してるんで、まあ、今 S バス状態です。うん、で今こっちもね止まってたんでね、ちゃんと USB じゃなくて S バスの認識はしてるみたいな感じですよね。なのにこれがつながらないということは何かあるんでしょう。うん、でも一応、パソコンにね、USB のドライバーを、入れたちまあインストールはしたんですけどね、インストールはしたんですけど、今日はちょっと風が強いから飛ばしにくいみたいなんですね。インストールしてまだ再起動してないんですよね。再起動するとね、ちょっとね、まあ、他のことも今いろいろ立ち上げてたんで、それが消えるとちょっとかなと思いながら、ですね、とりあえず、うん、一旦、勉強です。はい、以上になります。はい、こんにちは。今お昼ちょっと回ったぐらいなんですけど、今ね、H1 の件なんですけどね、今気づいた、あの仲間からね今ちょっと電話あってね、気づいたんですけど、このねアンテナのコード、短いなと思ってたら、どうもねこれ450クラスのね、アンテナらしいです。まあ、確かにね、長いアンテナだと450だと配線がねちょっとややこしいと思うんでね、こう取り回しがね、うん、なんか短いなとはもうずっと思ってたんですけどね、どうもねあの大きいやつ、あの45センチサイズがなんかあるらしいんでね、さっきあの確認しました。ありました。なのでね、もうこれはあの450につけようっていうことになります。うん、でね、パソコンの方、ドライバー、USB ドライバーを入れて再起動したら、一応ね、あの、つながるようになりました。あの、これ認識ね、できるようになりましたんでね、設定できるようになりました。ただね、再起動したんでね、立ち上げてたやつ、全部消えました。はい。で、あと気づいたのがもう一つ。ここにパソコンに置いてた、テールブーム、曲がってます。うん、今日はね、ちょっと日差しは、うん、風は冷たいけどね、日差しはね、暑いんでね、多分これ、機体に取り付けてたら、とんでもないことに、なりますね。これ、反っちゃっても、戻りません。うん、なんだろう。よくね、UV レジン系のね、あのプリンターならね、あの逆に硬くなるはずだけどね、これフィラメント型って、あ、もうこれしなっちゃってもんな。うん、これそういえばなんかあのなんだ、フィラメントの、まあいろいろあるんですけど、それのね、うん、レビューでなんか車の中のダッシュ盤に置いてたら、溶けたっていうね、なんかカーボン素材のフィラメントなんですけどね、それでなんか溶けたっていう、コメントも入ってたんでね、うん、これは外なんでね、まあ、溶けるほどじゃないと思うんですけど、反っちゃうんだね。まあパソコンの上に置いてたからっていうのもあるかもしれない。あのパソコンもね結構熱いな。で、この横に置いてたやつ、横に置いてたあの、ちょっと太くしたやつ。これはね、変形してない。横に置いてたから変形してないからなのかわかんないので、ちょっと、また一時ね、ちょっと上に置いとこう。これで変形したら、ちょっと考えようですね。うん。もしかすると、白いね、フィラメントを使えば、
ここまでならないかもしれないんでね、まあ、白も一応ね、昨日かな届いたんですよね。あのウルフ使う作る時にね、あの下側が白なんで、はい、そんな感じです。とりあえず、まあ、この、フレームの方も全く一応変形は見受けられませんので、これも、パソコンの上に置いとこうか。でモバイルバッテリーは白いんで全然熱くないです、うん、パソコンだけやっぱし熱いけあんましね外に置いてきたくねえな。やっぱしあのこう日陰の下でするかなんかタオルかなんかかぶせるかしないと、ちょっと壊れそうな気がするな。はい、あとでモニターだけでもねちょっとかぶせておきます。ということで、H1、これはね、まあ、設定できるようになったんですけど、あ、そっか、どうしよう。気づいたんですけど、これね、この H1 のソフトなんですけど、もうね、デフォルトで、設定できるようになってたんですよね。このコネクトを今外してるか。コネクトして、なんか出てる。コネクトすると、一応つながるんですけど、ちょっと見にくいか、見にくいよね。そしてね、新しいヘリ、ここにね、右上に、今、これ何度も見るかな。メインに行かないか。まだつながってねえな。今つながって、でこれ一番右上にね、インストールニューヘリコプター、要は新しいヘリコプターっていうのを押すんですけど、その時にねここに絵が出るんですよ。 その中にね、運よくあのレックス 550X はあるんでね、多分このデフォルト値が入力されると思います。あとはね、レックス、まあ、アライン以外にもこのサブ、まあ、ゴブリン系かなとか、あとはガウイ、有名どころですよね。あとは KDS ですね。TG とかちょっとこれ知らないけど、XL はなんかどっか聞いてあるね。こういったね、やつはもう全部デフォルトでなってるけど、うちのね、450ヘリは、HK で、サーボがね、純正じゃないから、その辺、ちょっとまた、多分、パルス系をちょっとどうなんだろう。まあ、一回やってみるか。ということで、またちょっとね、課題が、ごちゃごちゃになって増えてます。はい。じゃあ、とりあえず、もうアンプ、450のアンプを探して、それを取り付けてからの H1 ですね。それを、やっていこうかなと思います。そうだな、このアンテナの配線がね長ければねこっちに、水をしようかなと思ったんですけど、これならこれ後ろにね GPS の土台作ったとしても配線が、でも配線の問題だもんね。このコントローラーごと後ろに持っていけばいいんじゃないかな。特に配線的な問題なんで、そうだ、そうしよっか。ただこの本体後ろで大丈夫かな。まあ配線はね、サーボの配線は後ろに持ってくるのは可能なんです、いいんですけど、この後ろのねこのベッドにねちょっと、ここのベッドに本体を置いて、そしてそこから離せば、まあ、このサーボから15センチぐらいは離れると思うんで、ならいいかな。はい。でもなんで450だと、この9センチなんだろうね。これ実際に測るとね、9センチぐらいしかないんですよ。13センチないんでね。450のサーボちっちゃいから、磁場もそげー、なんかなノイズとか、はい、ちょっと長くなりましたが、こんな感じで、
何かしらトラブルが起きてます。はい、以上になります。